俊二。今年所属クラブの FC バルセロナと3年間の契約更新、途中解約金はなんとおよそ285億円も設定されました。ブラジルの至宝ネイマール選手の入場です。Mas sempre sai um belo gol. É difícil você pegar bem na bola, difícil você acertar o gol. Mas quando você faz o movimento correto, você acaba fazendo gol. 一方こちらは全国住みたい街ランキング4位、神奈川県川崎市の武蔵小杉にあります川崎市等々力陸上競技場です。生まれた時は 4160g、 魂のストライカーゴン中山に憧れ、公園の芝生が剥ぎ上がるまで練習したそうです。日本代表岡崎慎司選手の入賞です。パーフェクトいけますか？Muito difícil. Se converter uma, tá bom. É difícil. Achei um pouco difícil, porém vamos tentar. Vamos tentar. さあ、先行のネイマールです。一つでもクリアできればハッピーと言っていましたが、サッカー王国の至宝と言われる男の実力はいかに？それでは参りましょう。1球目です。今スタートボタンを押した。ルーレットが回り出す。ここでストップボタン。注目の1球目はどこから出るのか。左奥から出た。トラップして右足決めた。80センチの的を一撃でクリアしましたネイマール。さあリプレイです。注目はこの胸トラップ。全身を大きく反りバネのようにボールの勢いを吸収しています。まるでフィギュアスケートのイナバウアーのようです。的を一つ当てればいいと言っていましたが、あっさりと先手を取ってきました。でも狙ってるね、足の向きから。Tem que acertar o jeito da bola. Acertar o jeito. さあ、後攻の岡崎慎司です。先攻のネイマールは1球目で成功。ネッシー越えの奇跡を起こした岡崎の実力はいかに。さあ、ルーレットが回り出す。ここでストップボタン。ボールが出るのはどのボックスだ。右奥から出た。胸トラップから右足外した。1球目から鋭いボレーシュートを見せてきました岡崎。胸トラップからシュートまでの一連の動きは完璧と言っていいでしょう。ただ残念ながらボールは1メートルのフレームに直撃してしまいました。フレーム試合だったら入ってんすけどね。そうなんですよ。いいシュートだもんね。高校の岡崎が外したため現在1対0。1球目から見事80センチを打ち抜いたネイマールの2球目。さあ連続クリアなるか。ボールはどこから出るのか。右手前からネイマール。トラップした。嘘。飛んだ。ボールは右手前からトラップしてオーバーヘッドキック外した。外しました。なんと驚愕のオーバーヘッドキックを見せてきましたネイマール。見れるだけでもね。いや外しはしましたが漫画のようなとんでもない大技を繰り出しました。トラップが横にずれるもすぐさま体勢を立て直し華麗に宙を舞いました。これがサッカー王国ブラジルの至宝ネイマールです。さあ岡崎慎司の2球目です。ネイマールに追いつけるか。ルーレットが回り出す。歓喜の一撃は生まれるか。ボールは右手前からトラップして右足外した。なんかちょっとヒビみたいなのが。おっと、80センチの的にヒビが入っています。リプレイで確認しましょう。やはりフレーム直撃です。まさに極限や。先行ネイマールの3球目です。2球蹴って早くも成功は1枚。先ほどは失敗ながらオーバーヘッドを見せてきました。さあ今度はどんなシュートを見せてくれるでしょうか。ボールは左奥からだ。右足でトラップして左。当たり前ということでしょうか。表情が変わりません。すごい。
ここで一気に岡崎を突き放しにかかりますネイマール。いや、2球目の大技とは一変、右足の内側で丁寧にトラップして冷静に左足を振り抜きました。まさか3球で2枚成功、驚異のハイペースです。さあ岡崎の3球目です。ネイマールの成功で現在2対0。岡崎の表情が試合のように集中しています。チャレンジ前、極限を超えた時にボレーは成功すると話していました。さあ行った岡崎、ボールは右奥から、ステップを踏んだ、ステップを踏んだ、ダイビングヘッド、岡崎慎司まさかのダイビングヘッド。さあ先行ネイマールの4球目です。ここまでは3球でクリアは2つ、4球目の狙いはいかに。さあいった、ボックスを指差しながら走る、逆を突かれた、ボールは右奥からトラップした、右足 1.5m ど真ん中を打ち抜いた、ネイマール2球連続3枚目クリア、抜群です。ルーレットに騙され完全に逆を突かれたネイマール、しかし何事もなかったように冷静に対応してみせました。岡崎の狙いは中央 1.5m、気持ちよくど真ん中を打ち抜けるか。4球目です。さあいった、左右に首を振っている、ボールは左手前、胸トラップから左足、宣言通りど真ん中を打ち抜けるか、いった、宣言通りの 1.5m。 いやー、渾身のガッツポーズが飛び出しました。それでは歓喜の一撃をリプレイしましょう。左手前からのボールを完璧に胸でコントロール、勢いを殺さずそのままボールに全体重を乗せていきました。残す球数はあと6球でネイマールとの差はわずか2枚。さあ勝負が面白くなってきました。5球目、6球目とお互いゴールならず、勝負の行方は後半戦へと突入していく。ネイマールの狙いはゴール右の80センチ。どうやら右奥のボックスが蹴りやすいようだが、果たして。さあネイマールの7球目、ボールが出るボックスは全てルーレットの運次第。果たして右奥からボールは発射されるのか。逆だ、ボールは左手前からバントラップして右足、バントラップして右足、外した、外しましたネイマール。これは惜しい1球でした。狙いとは逆のボックスからボールが発射されるも、正確に80センチの的に寄せていきました。シュートの高さは完璧、ただボール1個分80センチの右にずれてしまいました。岡崎はここまで成功は1つ、ネイマールとの差はまだ2つ。勝負に勝つためには残り4球で3枚の的を打ち抜かなくてはならない。さあもう 0.5 狙わなあかんな。もうさあ岡崎は 0.5m という禁断のコースを打ち抜き、一気に波に乗れるのでしょうか。7球目です。早めにルーレットを止めました。ボールは右手前からトラップして右足、禁断の絶対領域 0.5m クリアなるか。どうだ、トラップして右足、うわー惜しかったねこれは。いや、高めのボールをジャンプしてトラップ、流れるように右足を振り抜きました。しかしあとボール1個分、わずか1個分的の下にずれてしまいました。
8球目を迎え、岡崎とは3対1。ここでネイマールが決めれば限りなく勝利に近づく。ボデオボートシンプ。おっとネイマールも 0.5 メートルを狙うと宣言。ここで一気に突き放す気か。8球目、さあ成功なるか。禁断の 0.5 メートル。さあ成功なるか。禁断の 0.5 メートル。ボールは右手前からトラップして右足いったか。ボールは右手前からトラップして右足外した。倒れ込むネイマール。難しいところをあえて狙いたくなる、これがストライカーの差がなのか。しかしネイマールでも簡単に攻略できません。禁断の 0.5 メートル。右足の内側で丁寧にシュートしましたが、ボールはわずかに的の左へヒット。岡崎と同じくボール1個分です。さあ岡崎慎司も残すところあと3球です。この1球は勝敗を左右する大きな1球となります。大きく息を吐きました岡崎慎司。この1球を外し、次にネイマールが決めた瞬間に敗北決定。さあ勝負の1球、8球目です。今ストップボタン。運命の1球はどこから出るのか。左奥から出た。胸トラップから右足。日本代表の意地を見せられるか岡崎慎司。胸トラップから右足。絶対に外してはいけない一球を外してしまった。これは惜しいわ。それにしても非常に惜しい一球です。下がりながらも丁寧に胸でトラップ、美しいボレーシュートでした。しかしまだ勝負は決まっていません。次にネイマールが外せばもう一度チャンスは回ってきます。それにしても惜しい。ゴールポストに直撃しています。先行ネイマールの9球目です。ここまで成功は3球。この1球を決めれば勝利となります。おっとここで勝負どころと分かっているのか、靴紐を結び直します。さあウイニングショットはどこを狙うんでしょうか。ボデオボーシン。いやまだそこ狙うか。キャマイリフィッシュ。なんとネイマールも勝負どころで 0.5 メートルを宣言。果たしてこの禁断の絶対領域で初の成功者となれるのか。ひときわ鋭さが増したネイマール、勝者となるか、それとも勝負続行か。運命の一球。さあボールはどこから来るのか。ボールは右奥から。禁断の絶対領域 0.5 メートルにブラジルの至宝は侵入することができるのか。どうだ。ボールは右奥から行ったか。ついに 0.5 メートルの壁を打ち破りましたネイマール。すごい。焦った。ついに 0.5 メートル、初の成功者が誕生しました。その幅はボールわずか2つ分。そのど真ん中を打ち抜いてきました。絶対に決めなくてはいけない勝負どころを逃さない、これがサッカー王国ブラジルの至宝ネイマールの実力です。この結果ボレー対決の勝者はネイマールに決定しました。さあ続いては勝者ネイマール選手ですが、おっと大ジャカボ大ジャカボ、こうせた。勝利してもなお10球挑戦するようです。この1球はカウントされませんが、トラップして右足決めた。なんと10球目も決めましたネイマール。Logo ali, né? Eu tava tentando mirar alto, né? E fui feliz em acertar.